どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ピーチパイ先生の飛び出るゾンビでございます。カエルソフトのバーガー続きやっていきましょう。でもこれ4年が経ちましたね。ちょっとでも赤字が続いてるんでね、ちょっとここでバシッといきたいですよね。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。4年目ですよ。これね、ちょっとね、俺思ったことがあって、確かに今人が今いないのはわかる。ただちょっと思ったのは、何この仏バーガーって、これ俺こんなのいつ作ったの。やべえ、売れなそう。ちょっと時間経って改めて見たら全然売れなそう。やばない、絶対売れないわ。いや売れなそう。やべ、超売れなそうなの作ってる、過去の俺。やばいよ、やばいよ、やべえよ。大丈夫、仏バーガー超心配なんだけど。いや、大丈夫かよ。なんで仏バーガーなんだろう、自分でも分かんないよ。なぜ仏としたのか、なんで仏なんだろう、ちょっと過去の俺に聞きたいわ。なんで仏なんでしたか、なんすか仏って、なんすか。仏ってなんだろうな、仏ってなんだろう、マジで。いやマジでわからん、仏がマジでわからん。仏とする理由って何。仏バーガーってマジで謎なんだけど、過去の俺教えてくれよ。ちょっとね、やっぱね、これだっていう、その上になるバーガーがないっていうのがやっぱでかいね。ちょっと俺ちょっとふざけすぎたわ、ちょっとバーガーに対して、バーガーに対してちょっと不誠実だったわ。だからやっぱここはちゃんと王道のバーガーをやっぱり作るって俺大事だと思うんだよ。王道バーガーを作るっていうのは結構俺は必要だと思うけどね。所有食材見て、まあ、バンズでしょ、バンズ、パティ、チャオニオンリングってな、これ芋でポテサラ、これ売れちゃうんじゃない、ポテサラでしょ。290円取るんだポテサラ、やば。310円か、310円は結構、320円、結構あれじゃない、結構ボリ込んでる気がするけどね。ちょっとやっぱ王道のバーガーを作るべきだよ。あ、1しかねえよ、作れねえよ。
王道バーガー作るのもありだよね。やっぱ失敗してるわ。やばい、1号店結構切迫してきたね。売上げ50万は無理よ。結構上赤です。サラダバーガー1。ちょっと待って、俺さ、ちょっとこのゲーム1週間ぐらい多分俺やってなかったんだよな。1週間ぐらいやってなかった結果、なんかわけわかんないバーガーばっかりなんだよ。うわー、ガチャとちったかな。これさ、席にするべきなのか。スタッフ獲得エクスピアップはでかいかな。席にするべきなのか何にするべきなのかちょっと分かんないんだよね。席多い方がいいのか、環境が何個置くべきなのかちょっと分かんないんだよね。正直2個点いくか。集客していくしかないよ。強くした方がいいのかもしれないね。あ、こっちレベル16。ああ、でも見習い店長なんだな。15使ってもいいんじゃないか。ちょっとここ店長1号店もうちょっとさ、上げていきたいよね。妥協はしないね。ちょっとあとはちょっともう売れるのを待った方がいいんじゃないかなと。赤なんだよね。いや、これ赤なんすよ結構今。いやー、これ赤字続いてるよな。どうしようかな。スタッフってやめさせらんないの。さ、もうちょっとさ、賄賂を配った方がいいんじゃない。100万でしょ。ここもうちょっと賄賂配って、
原価下がんねえかな、もうちょっとな、原価下げてくんないんだよな、ケチだよな。研修所？今シーズンの研修はこれで終わるのようです。ワンシーズンごとに1回研修できるようです。大きく成長できればなるオープンしたときは積極的に利用しましょう。なるほど。じゃがいも1個手に入れた。唐揚げ2個手に入れた。やった！パテ1個手に入れた。よし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 。ってことはだ。1重100千万10万。なんかこのランキングとかで金稼いでる感じだよね。大赤字じゃん。大赤字じゃん。どうすんの？ね、どうするこれ。やばくない？とかで埋めていくしかないな。オッケーオッケーオッケー。で、もうサイドで攻めていくしかないよね。よし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 。とりあえずもうサイドで攻めるしかないよ。でやっぱもう王道を作ろう。もうちょっと今までちょっとビビりすぎてたら、ちょっと王道で行こうよ。パーティー。いやなんでレタスねえの、いつも。レタス欲しいっす。なんで毎回レタスないの、うち。レタスない。意味わかんない。レタスないの意味わかんないんだけど。いや、50万は超えねえな。超える方法あんのかな。どっかでやり方間違えてんだろうな、多分な。俺こんなに赤字かさむことってあんのかな。いやレタス1個しか持ってこないじゃんこいつも。なんでレタスこんな、なんでレタス買ってこないのこいつ。マジで超絶無能なんだけども、いやもう勘弁して本当に頼むわ、レタス頼むわ。マジちょっとレタスもうちょっと持ってきてよ、もう頼むよ。いやもうだからねえわ、研究しよう。パンプキンの販売条件数は増えます。何パンプキンの販売上限数、そもそもパンプキンって何、
パンプキンなの？ってなるの？4月よ。4月よ。何パンプキンの販売上限で、やっちゃったけど、やっちゃったかけど、やっちゃったんですけど、パンプキンって何すか。サンキューサンキュー。いや、サイド40個いきそうだな。いいぜ、サイド40個はいいぜ、いいぜ。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。これ3時間だろ。あと3時間で4個はいくっしょ。いやでもこの赤字脱却問題、まずちょっと値が不景ぞ。あ、黒字だ。あーよかった、久々黒字だ。揚げ揚げバーガーが来ましたね。ちょっとさ、ちょっとあれよ、この赤字から抜け出せないのはちょっとやばいんだよ。っていうのはさ、スタッフ解雇できないんだよね。そこがマジでかい。いやー、なんだこれ。なんだこれ。でも相当単価高いバーガー売ってっかんね。やっぱさ、冠がつくような商品作るべきじゃん、やっぱり。ゾビゾビバーガーとかやっぱさ、キュウリは、はい。キュウリは。相性もある。なんか大盛り野菜とかありなんじゃないかなと思っちゃうんだけどな。あと順番で、まあここ下に来るじゃん。でこうでしょ。でこうじゃん。いいじゃん。さらに何か欲しいよね。オニオン入れちゃう。あ、これいいじゃん。まあ、一応ね、食材ではあるから。これいいんじゃない。どっちかな。単価500か。ソース、ソースって何。いや、こっちの単価高いや。いいじゃん。野菜だけだからね。野菜、今話題ですから、ビーガンガービーバーガーにしよう。どっちからでも読めますんで、こういうのが意外にいいんじゃないの。やっぱりあ、それ失敗するよね。分かってたよ。ドリンク70個はいけそうな気がするんだけどな。
けないのはもうしょうがないよね。よし、あと20、売り上げ15万いけましょう。呼び込みしましょう。こいつマジわかんねえんだよな。一体何が目的なんだろうこいつ。2号店にパンプキン出現者また。おお、何日頃のお礼って。なんで普通の客がお礼にいろいろくれんの。そんなことあげる。ちょっと怖いんだけどな、ここの村の人たちなんか。めっちゃガチャしてる、怖っ。ガチャにハマってる自分が怖いよ。いや、これでも席数増やした方がいいのかな。席数少ないって結構問題だよな。ないんだよね。いや、ちょっとオーシャンに勝ってもらいたい。オーシャンがね、いつもここもう3年連続ぐらいオーシャン負けてんじゃない。オーシャン今年はね頑張ってくるからね、やっぱね。オーシャン、オーシャン、オーシャン、オーシャン今年もダメでした。3度目の正直ならず。オーシャン、ちょっとなんかオーシャン勝たせてあげてえな。なんとかして、なんかオーシャンを勝たせる方法ないのかな。お客様 EXP16、 お客の成長なんてぶっちゃけどうでもよくね。椅子の方が大事でしょ。これでいきましょう、はい、昭和デブガムシャラバーガー、ちょっと早々に終わりです。ありがとうございました。
新商品が出ると、ぼちぼち売り上げが上がる。100万円を行ったり来たりですね。ちょっとやっぱりスタッフの育成かな。やっぱちょっと赤いを育てていきたいよね。マックスまで行ってんだよな、オーシャンな。そっか、やっぱりそのためにもやっぱ食材取ってこなきゃダメなんだよな。ナゲット箱のドリンク容器の研究。ドリンクは欲しいよね。豆いる？俺はいらないと思う。仕入れ行こうぜ。別段欲しいもんはないんだよね。やっぱ野菜なんだよな。大黒字です。大黒字なのに金が微妙に少ないのは何なんだろう。さあさあ、新商品ですよ。はい、皆さん頑張って。普通の割には席がないんだよね。席増やすべきな気がするわ。よし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 。着席率 5%、 これ高いわ。だ、席ないの変だよね。席もっとあっていいんじゃないのって思うんだけど。3時間でドリンクいけるかな。3時間で15万無理だな。いや、なんでいつもレタス1個しか持ってこない。なんでこいついつもレタス1個しか持ってこないの。マジでマジで何なのこいつ。もうこいつマジ何なの本当に。もう勘弁してよ。もう雑貨屋出る。8段積んだら5億。いや、赤いでいく。 OKOK。 OKOK。 倒せ。よし、間に合う、間に合わす。間に合った。間に合った。スピードアップ。OKOK。もう行ったっしょ。来た。間に合わない。
で行った。行ったっしょ。はい、来たー。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。くー、ちょっと貯めときたいな、金な。金貯めときたいんだよね。いや、2号店ダメか。また頑張ってね、ありがとうございました。もうやり続けるしかないよね、やっぱチャレンジ必要よね。このままのペースでちょっと頑張ってもらって、めっちゃ買われるやん。くれる謎の俺、何なんだろう、俺ちょっとキメえよ。いや、ちょっとキモくない？なんかちょこちょこくれんの、なんかいつもありがとうっつって。おー、黒字黒字、いいよ。やっぱこってり屋さん強えな。揚げ揚げバーガー売れてんな、マジ。SSR 来た。着席率 6% か。 6% って相当高いよな。テーブルの方がいいんじゃねえよって思っちゃうんだけどな。違うのかな。どういう違いがあるんだろう、これ。そこはすっげえ謎。はーい、すいませんでした。いや、50万は無理よ。EXP ちょっといらないね。ちょっとバーガーとハートを貯めときたいよね、できればね。ハートもらってもな。まあまあいいんだけどさ、70個になったらあの特殊な客いけんのか。チャレンジしてみる、あの特殊な客。
ことにも気を付かされました。いや売上15万結構きびいぞおめえ。やべえ、販売終了しちゃった。どうしよう。あ、いいですね。これでも開発しなきゃダメか。じゃあがっつり系だね、今回は。じゃあがっつりがっつりっすね。なんかさ、節操ないよね。めちゃくちゃ節操ないよね。なんだろう、その節操なさ。節操ねえんだよな。食事に節操がないのよね。なんかとりあえずぶっ込みましたみたいなさ、節操がない。節操がないことをせっかく伝えた方がいいよね。とりあえず突っ込みましたみたいなさ感じがさ、本当にあれだよね。節操皆無バーガーでしょうか。なんかでも売れそうだけどね、節操皆無バーガーだって。なんか1790円って結構さ異次元じゃん。異次元だよ、1790円のバーガーで。もうハワイじゃん。ぴったりが少ないんだよな。これか。いやこれじゃね。行くか。もう行ってくれたらば行け。来たレスラー。パンツが前後ろ。やめちまえレストラン。よ1 10 100 1000万で100万。嘘でしょ。マジ？節操皆無バーガー頑張って。売り上げ取れるぞ。レスラー来てんだから。レスラーまで来て売れなかったらマジで意味わかんねえぞ、ほんと。お、成功。よし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 。久々の成功だね、15点。20。ガジ。
10万ってなかなか出ないぞお前ほら。でもあれか、席数増やしたの結構でかいのかな。ドリンク余計せっそうね。うわ、値段もせっそうね。待って待って、これいくら？値段もせっそうね、マジ。値段のせっそうのなさ。値段マジせっそうね、なんと。どうしようかな。レベル高い方がいいのかな。レベル低いやつ上げてった方がいいんだろうな、多分な。ってことは、じゃあ看護師、ダンス部、女子、ライブハウス店員、やんちゃ少年か。よし、あれあれあれ、なんかみんな急に辛口。どうしたの？どうした？急な辛口どうした？もう急に辛口で怖いんだけど。レスラーなんかめっちゃ食ってくれそう。いや、ここさ、あれなんじゃん、100万入ったじゃん。100万入ったことでさ、ちょっとユーコを深めておいた方がいいんじゃない。熱はでかいぞ。いや、もう投資投資投資、全然投資投資。いや、もうここ八百屋にガン投資の方がいいっしょ。オーラ取り扱い品増えた。あ、ここだよね。肉屋はやっぱり投資した方がいいよ。ほら、品揃えが変わるわ。ちょっと品揃えがもうちょっと増えてくんねえかな。肉屋どこだ。おい、肉屋どこだ。オッケー、市場空いてる。ちょっとやっぱ赤いを育てていきたいな。
ってもバンバンやってる。肉のね、やっぱりちょっとね、あれが欲しい。値引きはぶっちゃけ俺いいよ。クリーム、いいじゃん。100万残しでもう全部投資しちゃってもいいかもね。品揃え増やしてほしい、マジで。よし、これこれ、俺これ待ってたのよ。どうしようかな。いや、もうちょっと、やっぱ肉だよね。まあここは一旦いいとして、あとはあ、まあパンやな、大事だよね。米番付きと、いやーこれは来たんじゃないか。米番付サイコロステーキとか噛みすぎない？もう一回いく、もう一発いって、よし、狙い通り。あ、でもまあ黒だからね、言っても言っても黒よ。いや、ここレシピ開発、レシピ開発だ。ドリンク容器、クリーム、特製牛乳って何？クリームから牛乳生み出すって何？マジ怖いんだけど。余裕じゃん、麺80個。これどうした、1号店急に爆発したな。よし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 、あと25。いやもうこれドリンク来るでしょう。オッケー、これはドリンク楽勝よ。ドリンク楽勝。15万の壁は熱いね。なんかキラキラしてる。スタッフ少ねえかな。来てる。所沢サイカ
どういうこと？何のあれなんだろう。なんだろう、トモロさん最下って。まあいいか、モードオフ。増築する。でここに所さえ入れる。よし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 。レジをこれ2台にすることによって、もうここは投資しちゃっていいでしょう。優先でもいいんじゃないか。速度優先にしてみるも、もはや。牛乳売れてねえな。黒字ですし、なんかやっとなんかあれ、軌道が乗ってきたな。ナゲット箱に行くか。ちょっとハート増やして定番化作りてんだよな、個人的にはな。無理なのかな、定番化じゃなくてどんどん作ってった方がいいのかな、新しい食材で。刻みキャベツ、いやこれサイコロステーキなんて最強じゃね。欲しいものにしたいよね。肉オブ肉で。一番下来るでしょ。でこれで、いやー一番下これか。これ何？これ何？これ何？ここ肉じゃない方がいいのかな。ここパティじゃなくて
揚げ物いっちゃうのあり。6の方がいいね。うまそうではある。これはソースだな。まあ、ステーキって言ったらね、やっぱりいきなりバーガーだよね。これどんどん新商品流してった方がいいのかな。なんかわかんねえな。結構瞑想。よし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 。こっち意外にまだまだだな。経営セミナー参加させよう。頑張ったな。いいぞ、期待してるぞ。いいぞいいぞ、期待してるぞ。上級店長なんだからさ、ちょっと頑張ってくださいよ。もうちょっと思いますよ。やっていきましょうよ。まあなんか結構黒、やべ、ドリンク全然売れねえ。牛乳ダメか。牛乳売れてねえくせえな。厳しいよな。お、2号店の4号来た。2号店はね、取りやすいんだよね。出ました、15万。15万ね。1990円、やばいな、やば。まあ、レベル的に低い子たちから選出。OK OK。 よし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 。ヒルズ爆食いバーガーダメだったね。ヒルズ爆食いバーガーマジ売れてないよね。だって聞いたことないもん、ランキングで。
売れてないんだな多分ヒルズバブリーバーガー。オニオンスープ。ええやん。結構いいんじゃない。OK、350は結構いいね。1年間しか売れねえっつのはきちんだよな。食用菊バーガーが売れねえな。ブドウジュースが結構人気だったんじゃないの。ブドウジュースやっぱ定番化させたいよな、できればな。まあ一応でもあれなんだよね、ずっと黒字ではあるんだよね。呼び込みしてこい。もうとにかく呼び込め。お、あと7時間で15万いくんじゃん。お、行く行く行く、やべやべ、行きそうだ。これは15枚いくぞ。レタス2個きた、やっと2個きた。攻めるか、攻めようか。攻めるよな、食料券くるよね。おしゃれな感じがいいのかな。ちょっとさ、和風のさ、和風の感じ出したいよね。相性が非常に良くない。てか俺この食用菊が良くない気がするんだよ。どうなんだろう、もう一個野菜とか入れた方がいいのかな。どうだろうね、ブレてるっちゃブレてるな。肉だけの作る？いや肉も意外にないんで、ちょっと先に肉集めていくか。ちょっと肉取ってこいよ。
もう行くな、15万。お、いや、今年は行けるはずよ、オーシャン。オーシャン、俺は信じてる、オーシャンのこと。なんかいいよね、これ。ほんとタバコ吸いながらできるからいいわ。ほんとさっきの COD と大違いだ。と、ああ惜しい。マジか。赤い、ちょっと赤い、赤い。まだまだいくよ。俺はお前を育て続けるよ。間に合わないか。ああ間に合わない、やばい。いや、間に合わないか。まあ、汚ねえよ、こいつ。いや、こいつずりぃわ。変な食材ばっか勝ち込んでいくんじゃん、こいつ。ダメかも。行った、行ったか。よし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 。よし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 、いいぞ。この赤いをちょっとどんどんどん育てていきたいな。ちょっと肉屋もうちょっと賄賂を送り込んだ方がいいかな。もう一発ぐらいいっとく。値引き正直どうでもいいんだよね。ちょっと他のとこもあれしとくか。持ってきなみたいな感じかな。ちょっとあんた持ってきなからあげみたいな、そのお母さん的な感じかな。照り焼きソース。おいおいおい、待ってたよお前。照り焼きソースだよ。照り焼きバーガー作れんじゃん。他は八百屋に投資したいんだけど。あー、ちょっと子供にも言うこと増えとくか。いちご、ナイス。最後八百屋にぶっ込んで、25バーガーありがたい。よしよしよし、よくやったみんな。いや50万は無理だな。あの黒字ではある。あ、ビーガンガービーバーガー。意外に売れているビー。あ、生ハム来たー。
いやこれは作るべきじゃない、照り焼き。これは照り焼きでしょ。これ9、相性9までいく？すげえな。どういう状況？これこれどういう状況？食パンの方が挟みやすそうではあるよ。1630円か。1630円ちょっと魅力的だよね。で、照り焼き、ケチャップ、照り焼きでしょ。ほら、いやこれは売れるんじゃない。初の米だもんね。これタイアップのタイアップ商品、完全なるタイアップ。これ CM ももうやってもらいます。米米クラブになってもらいます。これは売れるよ。 CM でもうね、伝えられないって歌ってくれるから、ね、多分売れたもどうせ 100% 売れた。まあまあでも2店舗とも順調ではあるのか。ミニ容器、あとナゲット箱、うん、でこれでサイドを固めていく。売上目標50万の壁、熱いなマジ。ここすげえ暑いよね。開発完了、 OKOK。 ナゲット箱ゲット、ミニ容器生産、ドリンク容器生産。うまそう、やば、なんか米米クラブバーガー、これは売れます。 100% 売れます。これ売れないわけがないからね。あれあれあれ、ボーナス少ないわね。すぐサイド行くから。おにぎりもあんのか。カップライス、カップライス売るの。お、ハンバーグ、え？え？売っていいの？ハンバーグプレートなんて売っていいの？売っていいなら売るけどさ。
もしょうがない。売っていいの、売っていいのかな。売っていいのかな。まあ売っていいんだろうな、多分。完成。どうしようかな。どれをやめるかな。ポテサラ残り2ヶ月か。こんなもん売っていいのかな。まあ売っていいんだろうね。いいんだろうかっていう疑問はすげえあるんだけどさ。ずっと100万キープしてんだよな。早い、いいよ。いや、なんか作り続ける方がいいのかな。まだ出店はできねえな。いや、ずっと黒だ。オッケーオッケー。ずっと黒では来てるな。ずっと黒では来てんだけどね。揚げ揚げバーガーいいね。キビキビ働いて、みんな。はい、どんどんキビキビ働いていこうぜ。さあ、売ってこ、売ってこ、どんどん売ってこ。もう今日ちょっとあれかな、ここはもう一旦新商品の様子を見ながら、ちょっと一旦待ちの姿勢かな、これはね。バーガーも増やしていきたいし、待って、最前にちょっと待って、あ、研修空いてる。じゃあオーシャン取られてるから。でもオーシャンほぼカンストしてんだよな。オーシャンもうカンストしてんじゃん。待って、ってことは一番レベル高いアモンナッツを上げていく方がいいのか。あ、南辰巳、南辰巳なんでこんな弱いの。ダメかも。いや、ダメか。あ
あやばい、うわあ、まあでも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 能力値は上がったからね、よしとしよっか。70個結構厳しいな。結構ハートは手堅くゲットしてるな。あー、ポテサラ終了か。いや、ホトケバーガー、あ、でもホトケバーガー意外に売れたっていう。お、年間スコア更新したでしょ。新記録、あざます。30万、おお、30万全額投資だなこれ。黒字だしね。揚げ揚げバーガー普通に売れてんね。1円だっちつ。1年経っちった。正月か、正月って売れんのかな。失敗か。いや、うまくいかないよね。50人から注文ってなかなか厳しいよな。でも人が増えてきていいですね。レジもうちょっと人増やすか。これから人増やすか。
正月から働きたいってやつ、ちょっとだいぶ切迫してるやつだよ。とろーり父通り、このまま殺すか。自動交代なしな、お前きびきび増築。トロリこれで受ける注文の数が増えるはずだから50はいけんじゃないかな。おドリンク容器、なんか作る？サイダーなかったんだ。ドリンクかないんだよな。しょ、安定してレタスが供給されるようになってゾンビ嬉しいです。生ハム使っちゃおうか。生ハムは、生ハムって何と合うの？生ハムって何と合うの？そもそも厚切りハムがさ、なんか食い込んでくんだよね、食パンが合うって。まあハム、まあ、この並びいいんじゃない。使ってるもんな。いやもう分からんもう分からん、てな、名付け方が適当すぎた今、ごめんな。ちょっと今雑だったわ今だって思いつかなかったんだもん。まあまあ順調じゃないですか。120万だもんな、すげえよな。ちょっとくだま、いや先にこっちだ、雑貨やな。惣菜屋にちょっと投資しとくわ。おい来た、待ってた待ってた、それ早くやんないと、毎回毎回。でも雑貨屋育てといた方がいい気がすんだよね。容器とか結構あるもんね。ここら辺でしょうね。大黒字、黒字なんだよな結構ね。いきなりバーガー売れてる、さすがいきなりバーガー。
これ触れんのかな大丈夫かハムスターバーガー売れんのかな不安でしかないんだけど、正直不安でしょうがないんだけど、作っちまったものもさ、開発完了、ナイス。おお、たっけー、オッケーオッケー、いいよいいよ、いいんじゃない、ショットしようか、頼むぜ、新商品がめっちゃ食ってるこいつら、やば、マジありがとう、シールドこい、そろそろ仕入れたいな、仕入れ大事よ、あエスラー来てからだいぶ流れ変わったね、レスラーはほんと成功、あと、いや、いけるんじゃない、あと3時間で7人か、どうだろう、スレスレんとこっぽいな、チキンクリスプ終わっちゃった。うわ、黒字黒字。おお、いいねいいね。もうなんかバーガー貞治とはちょっともう一線を画すよね。正直。いきなりバーガー売れてるな、あギリギリいかないの、よし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 、いや、いけるか、ギリギリいけるか、いけ、うわぁ、惜しい、くわぁ、マジか、
しょうがない、挑戦があれだもんな。まあ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 、まあ、いいんじゃないよ。ナゲット売っちゃうから。前頭子だよ、悪いけど。全額投資します。正直値引きどうだっていいんだよね。ドヤオヤに投資してこ、めっちゃ投資するやん。もう一発行こう。値引きはどうでもいいんだよな。品数増やしてほしいんだよな。ずっと黒字だしな。ここで投資しとかないと。オッケー、いいんじゃない。
ハートすげえな、マジ。ハートすげえから教育するか。店長。これだいぶレベル強くなってたな。こいつ逆に乾燥しそうなんだよな。作るしかないよな。え、肉ないな。ちょっと待って、肉なくね。食わなきゃ無理よ、さすがに。そう、再度50個売らなきゃいけないんだから、お前読み込みしなきゃダメだろ、店長。仕事して、ちゃんと。ちゃんと仕事しよう。店長、俺お前結構金払ってんだから、こっちは。ゴリッとさ。オーシャン行こうよ、今年は行こう。
うわぁ、くぁ、なぜだ。なぜ勝てないオーシャン。なぜだろうな、ちょっと、オーシャンが嫌われてる線もあるな、もう、いよいよ。オーシャン嫌われてる率考えられない。考えられるな、ちょっと。オーシャン嫌われてるか。全部買うわ。無駄使いガチャ引くわ。化粧室って何？いいよね、さすがに分かってた。スタッフ成長正直どうだっていない、もはやもう客が成長しやすくなる、正直どうでもいいな。全肉で行く？全肉で行こうか。全肉バーガーで行く。相性悪すぎない？ちょなんか外そうぜ。食野菜にしとくか。あ、刻み入った、いいねいいね。
これ外してレタス、いや違うのか、これ外してレタス、やっぱなんか相性結構大事くせえな。そうだな、まあ、これ一番下くるよね。なんか超無難、無難でもねえか、でもこれがなんか一番なんかザ・バーガーって感じするよね。こうか、いやこうだな、こうだな、行ってみる。お、初じゃん、18グッド。いや、もうこれはあれでしょう。前回失敗したからこそ。帰ってきた李仏パンカーでしょ。いや売れる売れる、絶対売れる、大丈夫、俺信じてる。売れると信じてる俺は。手はまあいいんだな。ショーン潮時これを自動固定なしで、お前は、キッチン系。よし、研究、開発完了。リーホトゲバーガー来た、リーホトゲバーガー、今回は売れてくれよリーホト。すっげえ。いやこれは売れる、絶対に売れるぜリーホトゲバーガー。いつも交通整理のおじさんお金くれるから、ちょっとたまには呼んであげないと。オッケーオッケー、いいよいいよ、交通誘導員の方いつも買ってくれるもんな。ここはちょっとナマハムスターバーガー、節操皆無バー、やっぱりリー仏バーガースタッフは1号店でもフロア清掃もいるんだよ、いるのにな。
分このさ2号店の店長結構さ金持ってってるよな。お礼くれたぜ、優しいな。その優しさに応える形で店長を育成しよう。お、結構カンスト地形じゃん。こっちだな、やっぱりな。あ、よかった。あ、いいよいいよ。オッケー、いいよいいよ。だいぶ良くなったね。その調子で頑張るように。これ50万いきそうだな。13時間でしょ、余裕っぽじゃん。こっち無理だな。やっぱ清掃員足んねえか、やっぱ入れとく。やっぱ客席多いから、やっぱあれなのかな。おい、来た、最高売り上げ。お、切迫してきて。いや、揚げ揚げバーガー売れてんねえ、マジ。いいよ、まあ、自動交代なしな。まあ自動交代なしな。よし、とにかく客席は開けろ。ジャカジャカ掃除して常に客席を開けろ。これがお前の仕事だ。行っちゃうか、どでかいもん行っちゃおうか。あー、まだか。店長コーヒーください。コーヒーないんですよ、すいません。コーヒーないんですよ、うち。いちごさっき作ったな。レイコ今の時言わねえよ、レイコって。チーズってなんだろう。チーズってなんだろう。おつまみチーズに変化した。え、コロッケいけんの。チーズコロッケ、これじゃない。もうサイドはもう名前つけてみてください。ファイルソフトこそ YouTube でやるべきなんじゃ。そういうもんな。わざわざ切り替えるのもね。確かにね、YouTube に上げるやつ結構ね、数字いいんだよね。なんか、あんなもの見てんのみたいな感じだったりするんだよね。来た、完成。あ、取り扱えない。どうした?
げてないんですよね、こいつ。つまみきゅうり売れてない。2号店のつまみきゅうりダメです。きゅうりサラダでも昔売れてたんだけどな、もう人気なくなっちゃった。野菜欲しいね。あーでもやっと赤字脱却したわ。ちょっと嬉しい。赤字脱却したのすっげえ嬉しい。ほんと赤字脱却したの超嬉しいって、もう本当のただの経営者じゃん。でも赤字脱却嬉しいよ。たこ焼きの、いやあるなら売りたいよな。キビキビって掃除せえ。もっと掃除してくれ。研修しろ。赤い容赦がな。次あれかな。赤い容赦じゃなくて違う子出すべきなのかな。星育てるか。スキルも上がるから。でも食材バンバン投げてくるこのシェフマジ腹立つよ。12万。キュウリいらない。イチゴありがとう。ブドウきた。おにぎり生ハム最高か。お前ら最高かマジ。お、50万超えた。いやー、ついに50万超えた。嬉しい。50万いった。嬉しい。初の50万超えじゃないのこれ。やべえ、節操皆無バーガーついに販売終了だ。節操皆無バーガーもう終わりか。お、でも売上新記録。節操皆無バーガー終わっちったか。これはなんか仕事の締め出しをやってんのか。実際だったらもっとうまくやってるわ。まずこんな高いハンバーガー売らねえよ。サイドあと、あ、いいんじゃん、いいんじゃん。節操カインバーガーが生ちったから、ここなんか売らねえと。魅力、いきなり生ハムスターバーガーでいいかな。仕入れ完了。よし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 。おお、いいぞ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 。こんだけあったら節操カイムバーガーに変わる全く新しいバーガーが作れる可能性があるな。ま
今回の節操会まで行こうぜ。最後の席だ。ビザビザもできた。パティだ。レタスだ。そして厚切りハム強いな。厚切りハムの相性めっちゃいいんだよな。オニリングだ。うわ節操ねうわ節操ねバーガーいや節操だね。ここにケチャップだタイムバーガー2だ。よしよしよし。アウルさんこんにちは。忍者飯いいよ。あと4時間であと9個サイドレンジでしょ。順調だな、おい。サイド打って、あと4個、あと4個、あと4個。開発完了。うひゃー。あれあっけ1990円セッソこれ定番化しちゃうセッソーカイムバーガー定番化もありだよね。定番化しますセッソータイムバーガーを定番化です。もうゾビゾビバーガーの定番はセッソータイムバーガー。もう当店の定番商品になりました。ありがとうございます。定番商品なのに2がついているっていうやば。ここは変えていこう。節操カイムバーガー意外に魅力少ないっすね。まあでもいっか。ありがとうございました。またお待ちしております。またあべ牛乳終わった。やっべドリンク作んねえと。とにかくドリンクをもういっぱい作るしかないよな。ドリンクって意外に売れんだよね。高級バーガーかと思うじゃん。でも今うちの商品ほとんど2000円台だから
ハンバーガーほとんど今2000円台だからね。グレープフルーツジュース200円、220円は結構良心的な価格だよね。よし完成。ボってなんぼっすよ。節操2食べたくなってきた、食べたくなってきたでしょ。そこなのよ。それなんですよ、うちの魅力はね。節操2バカ、しかも定番ですからね。あれ定番商品ですから。マックのチーズバーガーと同じ考え方ですから、節操2バーガーは。10円ね、これ1年節操バーガーが売り出す。そう、その通り、結構売れたんだよね、節操なしバーガー。この食用菊をね、うまく使いたいんだよね。食用菊の使い方はいつ使うんだろう。食用菊って、食用菊を使ったことがない。あらら、食材結構少ねえな。でも揚げ物結構あんだよね。ここコロッケ使いたい。あ、気がすんだよな。6だろ。いや6なら行っちゃっていいか。なんかバランス悪いよな。唐揚げがすっげえバランス悪いんだよ。6でしょ。6より超えればいいんでしょ。6を超える、6を超える、6を超えるもの。実はすげえ強えのかな。コロッケいらねえ説ある。あ、ダメだ、これを超えるものがない。あ、ないってことはフィッシュ邪魔、フィッシュが邪魔か。フィッシュ変えると化ける。いや、化けない。いかないな。っていうか食用菊邪魔。実は食用菊邪魔なんじゃないか。ほら。食用菊が邪魔なんでは。邪魔なのでは。これじゃあ、まあコロッケとキャベツだよね。コロッケとキャベツ、キャベツが一番下でコロッケだよね。で、唐揚げでくるんで、唐揚げをレタスでくるんでグリフィッシュ。あ、いいね、最高かよ。相性抜群はやっぱバンズだよね。オッケーオッケー。これはソースじゃない？いや、ケチャップなの？これでも218って相当高えからな。
わすげえ。すげえなこれ。コレステロール隕石バーガーだねこれ。コレステロール隕石バーガーと名付けましょう。どうやって食うんだって、もうあれじゃない、もう来た瞬間にもうギューってですってギューってすることで、もうなんとかしていくしかないよねもうね。あー、サイドダメだった。食べれば一回強い万力かなんだら潰して、ドリンク今結構出てくからいけんじゃないか。いろいろやってこい、俺実際問題さ、節操なしバーガー売れてんの。節操皆無バーガーどうなの。節操皆無バーガー、あれ節操皆無バーガーってどれ。あ、これか。9個、売れ、あ、19個、あ、売れてんじゃん節操皆無バーガー。待って、2号店節操皆無バーガー33個も売れて一番売れてんじゃん、やばっ。そう、カイムバーガーやば。あー、でもずっと黒字だ。意外とみんな絶賛なしだった。いや、ほんとそうね。あ、200万いったな。200万いったってことはですね、お、完成しました。おらー、はい、来たー。2380円。コレステロール隕石バーガー。年寄りに食わせよ、年寄りに食わしてもう寿命縮めてやろう。うーってなるはずだ、うーってなる。年寄りだから、うーってなるはず。おばあちゃん、ババ食うね。ババ食ってんだよ。よしよしよし、よくやったよくやった、素晴らしいぞ。いいね。待って、レシピだ、レシピ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 。いきなりバーガーがちょっとやめて、コレステロール隕石バーガー、節操ね。で、いきなりバーガーやめてですね、コレステロール隕石バーガーですね。で、これでいきましょう。で、リホトケバーガーをやめてコレステロール隕石バーガー設定。オッケーオッケー、これでもうみんな来るでしょう。1号店も変わらずですね、ここ変えましょう。
お、メイン100個売れた？すげえ。おいおい、メイン100個ついに売れる店になっちゃったよ。いや、ちょうど新商品のタイミングでこの挑戦は結構でかいよ。で、200万、あー、オニオンスープ終わっちゃった。いきなりバーガーでも結構売れてたんだな。まあ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 、おい、最高記録。おいおい、売れてんな。おい、マジか。ちょっと食材を取ってきていただきたい。200万円あるんで、各業者さんに賄賂を配りましょう。そろそろ、そろそろうだうだ言ってくるはずですから、あいつら。まず雑貨屋、まず賄賂を配ります。よしよしよし。まあパン屋かな。パン大事だもんな、やっぱり。で、これもう一発ぐらいパン屋にちょっと賄賂送っといて、値引き10円、いいよ。で、やっぱり肉なんだよね。やっぱ肉が資本ですから、やっぱり。肉屋にはどんどん投資していきたい。新しいやつ出せよな、マジ。僕自身に投資していきましょう。よし、もう一発ぐらいいっときたい。30万か。いや、でも100万ありゃ、まあ赤字は耐え切れるから、ここでやっぱり、うん、ここ行っときたい。で、研修センター開いたらもう即時研修行く。研修センター開いてる。いや、俺今年はちょっと星を育てていった方がいい。赤いオーシャンがね、今んとこね、その従業員コンクールね、4年連続優勝してないんだよね。なぜかね、赤いオーシャン嫌われてんだよね、審査員から。これ星でいっといた方がいいんじゃないかなと思うんだよね。か、それかアモンナッツ。アモン、でもアモンの方があれだ、ポテンシャル高えな。アモン育てるか。じゃあ、よし、秋やぎく、あー、クッキーいいけど、いやー、あぶね。よしよしよし、フェイントか、あぶね。フェイントかけてきやがんな、あのシェフ。食材を何とも思ってないでそこら中に投げ散らかすシェフ、ゴミです。こいつは、こいつはゴミです。ゴミシェフです。よし、いや、だいぶ能力上がった。そして唐揚げを投げてきた。唐揚げもらった。投げた唐揚げいただきました。
だいぶハード溜まってきたんで、店長の育成に入りましょう。やっぱ2号店の店長を育てたいね。いいよ。いいよ。どん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 。いいよ。まあ社内ではタモリって言われ続けてるけど。偉そうなタモリっていうあだ名をつけられてることは内緒だ。店長がね、成長するとね、なんか従業員も成長するんだよね、めっちゃ。オッケー。よし。いいポイントの使い方してんね。そろそろ研究にちょっと回していった方がいい？いや、まだ取っときたいかな。そしたら、いやでも全然売れてんな。マジすっげえ売れてる。お。お礼くれる客って何なの？ちょっと怖いんだけど、さっきからちょくちょくお礼くれるやつは何が目的なの？マジ。客入りいいね。客入りいいね。1号店やっぱりいいよ。客入りはお仕事してる人たち。終了完了。ナイス。おめえなんで肉屋行ってさ、チーズと目玉焼き取ってくんだ。肉取ってこいよ。ダボは。ダボ。仕事でいいね、おちゃんと。パワハラじゃない。こいつね、前ね、レタスないっつって、レタス仕入れてこいっつったのね、3個中3個ね、刻み玉ねぎ買ってきたやつだからね、あいつ。マジで無能なんだ、あいつ。店員。きつく言った方が長いよ、あんなやつに。縛りだったらええねん。食材ちょっと今の所有食材確認しとこうかな。いや刻みキャベツないのきついな。もう一回仕入れだな。あ、ゲノミ起きた。いや俺だってパワーウォッシュシミュレーターやりたかったよ。そしたら寝てっから。最高売り上げ。あ、来た来た。2位まで行った。ついについにゾイゾイバーガーが2位に出たぞ。2位まで来た。よっしゃ2位まで来た。超嬉しい。2位だ2位。やっとこってりや潰したわ。やっとこってりやを潰すに至ったぜ。嬉しい。おいおい来たな。おいついに来たぞ。英語にしとくわ。48万残り10時間で残り40万弱か。雨はちょっとね、売れ行き悪くなっちゃいますからね。そこをなんとか呼び込みで行ってほしい。
23時まで起きてたら熱あるんでしょ。ね、ちゃんと寝なさい。じゃあ来た来た、コンテスト4年連続負け越してますからね。いやー、俺でも赤いオーシャン行ってほしいんだよな。4年連続ずっとダメだもんな。でもこれ何を基準に選んでるかだよな。レベルじゃなかったとしたらこれ星なんだよな。レベルで選んでるとしたら星なの。でも能力値で言ったら全然赤いオーシャンなのよ。でも赤いオーシャンずっと負け越してんだよ。もうずっとよ、4年連続負けてんだよ。いや星で行くか今年は。いやでもそしたらアモンだよな。レベルで言ったらアモンで行くか。アモンレッツゴー、頑張れ。まあ、緊張してるかもしれないけど頑張ろう。見た目で選んでるんだったらまあそうだな、赤いオーシャン負けるな。え、嘘。おいおい、マジかよ。ちょっと俺言えねえよ。あのちょっと赤い王者になんて説明すりゃいいんだよ。一発初めて出たさアモンが優勝しちゃったら、ずっと赤い王者はさ優勝目指して頑張ってたんだぜ。いやーちょっと申し訳ないな。ちょっと俺の口から言えねえな。ちょっとデボさん代わりに言ってもらえる。ちょっと赤いオーシャンにちょっとごめん、今年はアモンが優勝しちゃったよってあーそうですか、ま、アモンさん優秀ですもんねみたいな感じになっちゃうんだな。いや赤い頑張ってんだからもう言ってやんなよ。いやー赤いでちょっと赤いで優勝したかったな俺は。かわいそうだな赤い。おっしゃ大賞だけ持ってくるぞ。いやマジあれやべやべ、コミコミクラブバーガー俺作ったけど販売してなかった間違えた。やばいやばい、ちょっとまずいな。サイト作んないとな。ベーコンって何？おー、うまそう。ベーコンチーズ590円、ボルネ結構ボルネ。お、完成690円持っていく。そこコメコメクラブ、まあコメコメクラブはまあまあ別にまあいっちゃいいんだよ。だって売ってねえんだ、間違えて俺に乗せてたんだ。オーシャンフレッシュゾーンに移籍する。
オーシャンだ、やめとけって。オーシャン、もうじゃ無理だって。お前うちでしか働けねえんだから。オーシャン、鬼のすぐ360円、結構ぼってくるよ。いいね、いいね、いいよいいよ、うろうろ、いいよいいよいいよ、うろうろ。サイドはもうちょっと欲しいんだよな。よしよし、サイド増やして、ソフトクリームの上にポテトのサイド作る。それ作れるもんと作れねえもんあんだよ。いやマジバーガーバーガーやりてえわ、ほんと。あれ自由度高いから。どうしよっかな。単価が高いからこれ売った方がいいな。よし、ポテトがないっていう独特の店だけど、まあいいでしょ。普通にあるじゃんがないでおなじみのゾイゾイバーガーですから。いやまあ厳しいよな。わかるわかる、しょうがないしょうがない。200万いってますね、気がつけば。めっちゃ混むやん。お、なお礼って、お礼ってなんなの、気持ち悪いな。お礼くれるの気持ち悪いな。気味悪いな。お礼くれる客一番怖えよ。お礼はさちゃ、それならいいんだけどさ、怖くねえやん。お礼くれる客、4店舗同時に経営しようか。200万いったし、いっか、そろそろ。あ、それでバーガーが3位に転落した。お、リ・ホトケバーガーが1位だ。帰ってきたな。新店舗開けるか、じゃあ。新規出店どこにしようかな。ちょっと低コストで開けたいな。100万かける？ 100 万かけるか。初の中型店舗あげる？何ハイパー店長って。月50万、うわー、150万かかんの。いや行ってみっか。
でも中型店舗だもんな、やっぱそれなりにいい店長に任せた方がいいよな。よし、お前に任せるわ、店長。3号店。おおお、いらねえ。出前用パソコンを販売しているご紹介に上がりました。天候が悪いときはお家にいながらお店さんの近く電源を入力したはずです。電話さんぜひ込みたちでコーヒー機に。出前の研究を来たね。出前の研究はいいよ。あー、これ結構金かかるんだよな。こっからね、結構金かかるよ。ここまではちょっとやっとこう。初期投資だ。ああ、久々バーガー新聞。忘れてたわ、バーガー新聞の存在。あとはもうちょっと1号店2号店が売り上げてくれればって感じかな。出来たてを頬張って焼けたくしたことがあるというお話でお勧めしてみましょう。おい、人、お客さん、新しい人、隣人を急にくれた謎のお客さん、怖い。公認会計士。急に8万くれた、怖い。急に8万くれるお客さん、怖い。寿司バーガーいいじゃん。じゃあ一旦あれだな、ちょっとあれだね。じゃあこいつ何か自動交代勝手にしてるんじゃん。ハンサムだパンコ、ハサムだパンコ、ハサムだパンコ、ハサムだパンコ、いいっすね。ハサムだパンコちゃん、パンコちゃんって言われない、言われる感じがあるだろうね。出前の研究したいね。30万、しよう。ああ、土地研究できない。ハサムダパンコです、どうも。レシピ、3号店は何売ってんの？お、3号店フル売りじゃん。おい、マジ、さすが3号店さんだ。レシピのラインナップこんだけいいんだったらさ、店はお店が開いたばっかなので椅子すらありません。やばいです、3号店ピンチ。椅子もないです、3号店は椅子も何もない、ただただ広いスペース、無駄です。レジ回ってません、でも人を雇えません、ピンチです。さあどうする3号店。そんな中1号店は盛況だ。いいぞ、ここで儲けてくれ。頼む、頼むぞ1号店2号店。しょうがない、研究が進んでくれない限りちょっとあれですね、人も雇えませんね。あとレジ増設して
お、年間スコア発表。新キラケランクシー地上100戦50万よし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 、いいぞいいぞ、50万ゲットでかい。あ、結構出費した割には黒飽きたに。節操神バーガー潰れております。さあ6年目になりました。いや、一時はあんなに赤字だったのにさ。よし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 、スタッフ募集、スタッフ。お、来た来た、これ絶対スタッフだ。もうすでに制服着てるもん、雇う前から。来たー。よし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 、シトファーソラ、シドファーソラかな。こよこよ、自動答えなし。お前はもう全部場所のこと働け、キッチン系。よし、オッケー、募集する、まだ募集する。お家がで、ここにテーブルを置いていく。テーブルを置く、ここにもテーブルは置く、ここもテーブルは置く。で、ここ椅子、椅子、パンツは鬼布の、鬼布のパンツは、あ、鬼のパンツか。鬼のパンツって言いたいのかな。まあいいや。恋愛研究、来た、スタッフ来た。松茸梅ババみたいな名前だな。これはお前自動工で何した、勝手に休むな、ずっと働き続けろ。これしばらくは多分赤字でしょうね。
よし、3号店順調、いいよ。新しいお客さん来た。まあこれじゃないですか。きたー、新しい曲。これ何？刻み玉ねぎ。インテリ社長。10万急にくれた。怖い。このここの町の人たち怖い。すぐお金くれる。スターバーが終わっちゃった。やべえやべえ、生ハムスターバーが終わっちゃった。そろそろ作るか。じゃあニンジンと刻みの食用ギプソースを使いたいな。もうパーティーとティーとベーコンなんて最強じゃね。でベーコンレタスでしょ。食用ギクな。もう一個肉いきたいよね。いやマジ生ハム強えな。トマトないんだよ。そう、トマトないの。超変だよね。よし。まあ、まあ普通に考えたら。BLT だよね。でもフランスパン使っちゃったから、フランスパン使っちゃったから、ラ BLT セシボンバーガーにしようか。これ売れるよ。フランス的な要素が入ってるからね、やっぱね。やっぱフランスパン使ってるから、フランス製はやっぱほら、日本人ってほらミーハーだからさ、フランスっぽい部分があるとやっぱテンション上がるし、やっぱり、あーフランスだーっつって、あーフランスフランスってなるし、あリュックレッソンだってあるからさ、完璧よ。ラ・フランス・セシモンバーガー。レジ増設来いや、早く客売り逃したくねえんだよこっちは。あ研修しとこう。研修空いてるわ。これちょっと新人をやっぱ育てたいね。パン粉やっぱ育てるでしょ。やっぱ挟むだパン粉をやっぱ育てていきたい。やっぱり俺は挟むだパン粉を3号店のエースにしたいからやっぱな。パン粉頑張れ、もっと挟めよ。パ
ンコ挟めって、足遅くなったパンコ、あパンコやべって、パンコ足遅いって、おいパンコ、パンコ不動じゃねえかキックゲット、おいパンコもっと頑張るって、てかあのシェフ意地悪じゃね。よし、あでも15、15、15上がり結構でかいぞ。よし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 、おお5万くれた。こいつ何なんマジ、ずっと店のこと見て金くれるやつ超怖いんだけど、あいつレジ増設もうちょいか、スタッフ雇いたいんだけどね、雇いたいんだけどさ、まだレジ増設来ないからそこ行って伝ってる。オッケー、来た来た来ましたよ新商品。驚異の2600円、ラ・ BLT サスボンバーガー、これは売れる、これ定番化しますこれはゾビゾビバーガーの定番商品です。ラ・ BLT サスボンバーガーは、だからあれですよね、マックでいうところの、テリヤキバーガーと同じ考え方ですよねBLT セジモンバーガー定番商品これ限定じゃないです、うち定番ですBLT セジモンバーガーうち定番です。素晴らしい、分かってるな、ウロコっぽい何かが目から落ちた気がした、分かってんな。 OKOKOK いいよ、よし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 、ただ一応1号店2号店もやっぱしっかりやってこないと。しっかり売っていかないと、2号店も心配だもんな。見るとこ多くてしんどいわ結構。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、うわセシボン激推しだ、当たり前じゃないか、お出前できるようになった。待って、出前って何、1号店だけなの、3号店だけなの、ドライブスルーやって、ドライブスルーやりてドライブスルーテンション上がるじゃん。これで、レジ増設します。で、お前ずっと伝ってたやつ、お前ババタのタカタギシ軍団さんですかババタのタカは、ババタどこ寝ろって言われそうです。この野郎って言われそう。よし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 、いいじゃんマジで頑張ってん、3号店絶好調じゃん。求人来てる、
求人フルマに同席するから。テレビ、テレビ。いや、たけし軍団さんですか皆さん。たけし軍団から一気になんか首がでいっぱい出た。いっぱい首になったもしかして。大量の解雇者が出ないとちょっとこんな名前のやついっぱい来ないのよな。出前、出前は儲かるんじゃねえかこれ。ああナゲット終了した。黒字系のお店のボーナス置いてる。お、ありがとうございます。20万あざす。やった、いいです、いい行きましたね。いや、こんだけ出費してもさ、黒字は相当でかいよ。お、こってりは潰れていける。いいぞいいぞ。うわー、ついに来た。コレステロール隕石バーガー1位です。おめでとうございます。コレステロール隕石バーガーが1位ですね。素晴らしい。友人来てる。なに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 、なになに、これ。ふとたき、ふとんぬ、ふとんたたきってことかな。この人も多分たけし軍団さんクビになったんでしょうね、多分ね。お前も自動交代しないから。ちょっと一旦控えだな、お前。待って、ちょっとレジ増設するから。ちょっとハンガー店から新喜劇に変えよう。ひとたきを入れておきますよ。わあ、すげえウーバー来てる。あ、めっちゃウーバー来てる。いいよ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 、めっちゃいいじゃん。ポットの顔の人はもう大昔もういないんだ、あの人たちも。やべ、めちゃくちゃ順調。3号店からいきなり順調だ。あ、もうここら辺も勝手に回ってってんな、マジで。呼び込み系。私はお客さん来た。お客さんをゲットしていく。まろやかなのがいい。うちまろやかな商品あんの。きたー、これじゃないですか。どうですか。きたー、空豆くれた。急に怖い。新しいお客さんが急にこれつって空豆2個くれた。怖っ。大使館職員。13万くれた。怖っ。そのまま2個くれた後13万くれた。怖い。いや、3号店すげえ順調。やばくない？ウィンテリ社長がもう店にパンパンにいるんだけど、ウィンテリ社長が。そんな映像ある？インテリ社長が店パンパン。インテリ社長が死ぬほど並ぶバーガー屋、やば。怖え。いや、これあれじゃないかな。ドライブスルーもうちょっとだな。
対ストリー広告よりドライブスルーで手堅く売っちゃった方がいい気がするんだよな。ここら辺の店がテコ入れできてないのも事実なんだよね。89万いってるってことは、店長育成ですね。まだまだですもんね。どんどん上がってってレベル、よしよしよし、こいつのレベルもボンボン上げていく。店長、まあね、店長がいい店はね、自然と売り上げ上がんのよ。おもろいほどに。いやいや、順調すぎるっしょ。めっちゃ混んでるやん。これレジもう一個上げてもいけんじゃねえか。どうせしまうか。スタッフ募集。バーがクソ溜まってくわ。揚げ揚げバーガーがついに販売終了した。これはあれだな、最高売上だな。あ、ラ・ビール・デ・セシボンバーガー1位です。来ました。お、来た。何これ、なんだろう、ちょっとまあいっか。お前はキッチン行け。よし、オッケー。少しちょっとか、あ、少しちょっとか。それ来た。行こう。ドライブスルーってあれなのかな。ドライブスルー別に一人人員増やさなくていいのか。いいじゃん。ドライブスルーいいじゃん。でも。ちょっと研究しないとまずいね。欲しいんだよね、俺今。あ、なんかよくね、すげえ良さげじゃない、なんか。めっちゃ無難な定番が欲しいんだよね。でもなんかもうワンパンチ欲しいよね。もうワンパン欲しいんだよね。
女性みたいなリングがね、ほら来た。そうだ、鬼リンじゃないのよ、やっぱここ生ハムなのよ。銃でしょ、ここで銃いくじゃん。あれ銃下がってね。あれこれ鬼リンの方が高かったんだよ。鬼リンは高いじゃないか。超好き。じゃあレゴさんの、レゴさんの採用するわ。土星女性ミールデコバーガーにするわ。じゃあ女性ミールデコバーガー1080円、ちょっと安いね。まあでもいいんじゃない、悪くないと思うよ俺。女性ミールデコバーガーなんか売れてくれそうな気がするわ。これはめっちゃ売れる。何これ、お化けみたいな、何これ、店の中に突っ込んできてるけど車。あ、どっか行った。なんか怖っ。あ、これ、あ、あ、あ、そうか、これが怖くてるってことか。びっくりした。突っ込んできたの、終わった。ベテラン店員コンテスト。いや、まあこれはさ、オーシャンに生かしたいんだけどね。でもレベルで言ったらアーモンナッツなんだよね多分の。オーシャンが富田社長、私やっぱり諦めきれません、出させてください多分言ってるだろうね。よし、アーモン行ってこい。すごくね、同性ミルデコバーガー。
おい、ドセーミルデコバーガー大成功かよ。すごいじゃん。残念、まあしょうがないね。2号店ちょっと厳しいね。頑張ろう。いけるよ。店がめちゃくちゃ売れてるね。素晴らしい。坂田太陽さん、ぴったり、うちのぴったりですよ。どうですか、ドセーミルデコバーガーで。しお、エビ青年実業家。ここはちょっとあれだね、ハリソンのお客様が結構多いんですね。16万くれた、実業家が16万くれた。絶好調だねこの店。いやマジ絶好調じゃない。ちょっとこの店優秀すぎるな。投資しようこの店に。そしてレシピの研究が必要。あれ、仏バーガーが終了しました。でも赤字、黒字です。めちゃくちゃ黒字です。作っていかないとまずいんだよね。魚介類いきましたね。エビあれ、エビダメ。エビに合うのって何。食用菊の相性いいです食用菊の相性いいです。生ハム合いますね。いいですよ。あとは何が合う。お腹壊しそうっすね。寿司バーガー来ましたよ。ついに寿司バーガー来ました。しかと。オーシャン、なんでこんなスペック高いのに。
からこの人真剣にやってくるんだろう。よしよしよし、いいよいいよ、スピード上がった、どっちも取れない。オッケーオッケーオッケー、やっぱアモン優秀や。きた、アモン、アモンお前やるなマジで。やっぱアモンちげえわ。厚切りハム来た。これは厚切りハムは、厚切りハムが来たということは、呼び込み研究しとくか。サイドあと3個じゃん。はい、俺や。あと7時間あるでしょ。余裕っしょ。OKOKOK。よくやった。OK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 。いいよ。2号店もいいね。ちょっと1号店がちょっと怪しいとこだね、今ね。自衛官僚、よくやった。うわぁ。こんなに厚切りハムはいらないわ。まあでもいいでしょう。よしよしよし、じゃあ作る寿司バーガー、もちろんお米バンズでいくでしょう。お米バンズで厚切りハム、生ハム、エビ、相性いいっぽいぞ。どうやら何かが相性悪いんだな。玉ねぎか、玉ねぎがなんか足引っ張ってる、もしかして。しょうが玉ねぎじゃない、玉ねぎじゃない、何が足を引っ張っている、生ハムか。ヘルシー、今これ7なんだ。ちょっと一回外そう。あ、減った。何がいけないんだ今。何がいけなかったんだ今。キュウリ合うね。キュウリ合うよ。キュウリ合う、キュウリ合う。
それかけたかったな。マジで照り焼きソースかけたかった。ソースかけちゃう。すごい大差です。お、デコさん売れてますね。デコバーガー売れてますよ。結構調子いいんじゃないか、これデコバーガー。あ、開発完了。エビキノミバーガーが出ました。木の実キクバーガー完成です。これ定番です。これは定番です。91 79 84 94 90。まあ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 
350は超えませんでしたね。はい、まあまあいいんじゃないですか。でここに、入ります。エビキのリバーが来ます。子供向けの食べ物が好物。これかな。あー、これ気に入らなかったか。別のだな、もう一回だな。デコさんのバーガー結構気に入ってくれる人多いんだよな。なんかちょうどいいんだろうな、これ。大手企業会長がお客さんになっていただきました。20万くれました。意味もわかりません。さん来た。この人がレアなのよ。これは太客。太客。これでいけるんじゃないか。いけ。あー全然かよ。うわー、ハート一気に持ってかれた。最後作んねえとまずいな。容器生産しましょう。よし、よしよしよし、開発完了。ここは1年でいいです。いや、どの店もガンガン入ってるね。嬉しいわ。OK。OK、OK、OK。OK、OK、OK、OK。OK、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 OK。マヨネーズ来たー。マヨネーズ絶対欲しい。あ、火を足んない。ちょっとサイドを増やす。サイドがない。天ぷらセット、いや、うるうる天ぷらうるうる、もう何でもやる何でもやるわ、うち何でもやるよ。悪いけど、うちは何でも売るからね。悪いけど、よし、OKOKOK。 ドリンクもバンバン売る。
さあ絶好調なとこですが、ここら辺で配信の方終了したいと思いますね。もう気がつけば5時でした。いや私3時間半家にあったやつ挟んだバーが終わった。いい時間ですのでね、ここら辺で配信の方を終了したいと思います。見ていただいた方ありがとうございました。絶好調、まあ、定番メニューもね増えたのでね、これを使ってどんどんねもっと売っていこうかなというふうに思います。というわけで見ていただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それじゃ良い一日をお疲れ様でした。